はい、どうも、はい、はい、はい、すいません、50超えましたから、はい、すいません、もうすぐ終わります。大変に名誉ある国民栄誉賞の受賞に向けては多くの国民の皆様のご支援をいただいた賜物であります。誠にありがとうございました。今後は世界大会14連覇、また2016年のブラジルリオデジャネイロオリンピック大会の金メダル獲得に向けるなど世界記録の更新をしていくことがこの度の国民栄誉賞に、お答えすることだと思います。そうですね、やっぱり国民の皆さんの、応援が私の背中を押していただいて、また大変な時も、皆さんに励ましていただいて、こう頑張ろうというふうに思えたので、本当にこれまで携わっていただいた、スタッフの皆さんもそうですし、コーチの方、もう本当に皆さんに、はい、応援していただいたおかげで、はい、あります。国民栄誉賞といいますと、記念品、授与されると思います。何か吉田選手の中で、こんなものを知るとか、もう考えたりとかしてますか？そうですね、私は三重県出身なので、その地元の、真珠、三木本、はい、金色で作っていただけたら嬉しいなと、はい、考えておるんですけど。あとね、吉田ですね、もし品物でなかったら、はい、欲しいものがあります。品物以外でしてほしいとか、なんだろう。そうですね、温泉とか行きたいですかね。そうですか。まあ大きく言えば、じゃあハワイとか。はい。